皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。エミです。ロサンゼルスからお届けしております。待ちに待っていた頭痛ダイアリーが来ましたね。もうちょっとめっちゃ嬉しいんですけども、私いつもながら初見で読ませていただこうと思います。 The US tour is finished this week。 出た英語ですよ。またちょっと私ね、いやこれ投稿されたのが今ね、ロサンゼルス夜の10時34分なんですけども、1時間ぐらい前かな。いやもしかしてロスに戻ってきてんじゃないかななんてね思っちゃったんですけども、US ツアーが今週終わりましたということですね。マネージャー買わず The US tour is finished this week。 US ツアーが今週終わりました。 Thank you for coming. Thank you for watching the show on social media etc. 来てくれてありがとう。そしてソーシャルメディアなどで見てくれてありがとう。いやここで思ったのは、まあ、来てくれてありがとうっていうのは分かるんだけども、こういう SNS とかでもね、見てくれてありがとうって言ってるところですよね。私ね、なんかね、ジューズさんって結構古い方だから、そういう SNS とかでね、こうやるのはっていうちょっと反対派だったところがあったんだけど、風くんってやっぱり若い世代だから、もうどん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 上げていくっていう方針だと思うんですよね。そこの2人の意見がちょっといろいろあってっていう感じだったと思うんだけども、でも今回ずつさんも SNS で見てくれてありがとうっていうふうに言っているということは、もうそういうふうにどん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 変わっていくのかなっていうちょっと印象を受けましたね。そしてこちらがロサンゼルスでのね写真。これちょっと私なんか自分いないかなって見ちゃうんですけども、この中にオレンジはいないですね。はい。そしてこちらもかっこいいね。これ私が見てた角度よ。2番目だもん、こときあ、それでこれはニューヨークですね。ニューヨークではまたね、ちょっとこう髪型とかも違うし。そして LA 初日、祭り終わりでスタンディングオベーションが起きた時、わお、アメリカやんとテンションが上がり、ニューヨーク初日の鍵盤落下事件はこのツアーのハイライトとなりました。ほんとね、初日のね、スタンディングオベーションというか、そのアンコールとかがめっちゃすごかったんですよ。もうすごかったの、もうアンコールとかでもめっちゃ周りの人も叫んでたし、もうね、みんなやっぱアンコールがあると思ってた人が多かったのかなと思うんですけどもね、もう何分ぐらい続いたんだろう、すごかったですね。私も思わず一緒にアンコールアンコールって言っちゃいましたけどね、もうすごかったですよ。でもまあアンコールがないにしてもね、あれだけね叫べれてアンコールって言われたのはね、嬉しかったような気がしますね。今回もアジアツアーに続き最少人数で乗り込んだ我々、風さんと舞台監督ひろち、 PA 千葉さん、照明小松崎プラス鈴木さん、ローディ大地さん、ツアーマネージャーパメラさん、あ、パメラさん来たんだね、高井さん、ダッチとカメラマン神山さんは当日フラットやってきました。そうなんだ。いやでもね、私実は今回ね、初めて風くんのライブに一緒に行った娘にインタビューを3日か4日ぐらい前にしてるんですよ。それで私が日本語でインタビューをして、彼女日本語全部わかるからね、そして彼女に英語で答えてもらっているので、その英語の日本語訳を今つけてるのでちょっと時間がかかってるんですけども、もう照明すっごい褒めてましたね。うん、照明お二人でやってたのか、すごいね。そしてこちらがその方々のお写真なんですね。そして私はこのメンバーに会うと同窓会のような感覚になります。何も説明しなくても大体分かってくれるので、だから時鍵盤が落下した時も全員そのまま寝そべりで弾くしようと思ってました。現地の会場スタッフさんはすぐに別の鍵盤を用意しステージに入れようとしていましたが、舞台監督ひろちはノーと制してくれてました。現地スタッフさんはワーイと言っていましたが、そうだよね、わかんないよねそれはね。大地さんは曲のエンディングに間に合うように冷静に大急ぎでケーブルをセッティング、実際ラストに間に合ったのでした。さすがって、さすがですね。こういう時はやっぱり今までのね、そういうチームとか歴史とかいろんなのでこういう感覚的にね動いたんでしょうね。素晴らしかったですねあれもね。そして今回アジアツアーの時とは少し違ったテンションでピアノを弾いていた風さん。そうなんだ、
映写、そしてキービジュアルで使用したい衣装をそのままツアー衣装にしていたのですが、まさにあの衣装のようなテンションで弾いていた気がします。インナーのシャツはスタイリストの金光さんが毎公演別を用意してくださっていました。ちなみにあの写真は我々ももちろんお気に入りなのですが、風さんは特にお気に入りのようで、グッズは一緒、この写真の T シャツでええやんみたいなことを言ってました。そうなんだ、いやちょっとそれは私はちょっとその T シャツ買えたんでめっちゃ嬉しいですね。これね、もうロサンゼルスでめっちゃ着ようと思ってる。そして声かけられるのを待っていようと思ってるんですよ。あ、風、藤井風だっていう風にね、ちょっとねめちゃめちゃ着ようと思ってます。はい。そして US ツアーを開催するにあたり、日程や会場を決め、チケット代と販売方法、当日の運営に至るまでのやり取りに難航する場面が多々ありました。そうでしょうね。それは文化の違いというか、気になるところ、気にするところの違いなのでしょうが、我々が海外の文化をもっと理解し、もっと知ること、そして藤井風を知ってもらうことがすごく大切だと感じました。これはやっぱりね、チケットね、あの高騰具合とか、それ一つとってもすごいやっぱりいろんなジレンマがあったんじゃないかなと思いますよね。実際に現地の方でチケットが買えなくていけなかったことはたくさんいると思うし、やっぱりね、娘もね、あの私が買ってあげましたけども、娘があのチケットを買いたかというと、あそこまでの値段は出さないと思いますね。なのでそういう方はたくさんいたと思うので、その辺のね改善、これからもアメリカでの公演はまだまだあると思うんでね、なんとかできないかなと思いますけどね。本当に現地の方に、たくさんの方、やっぱり娘みたいな人にね、行ってもらいたいと思うんですよ。でやっぱり娘にインタビューして、本当に行ってもらってよかったなと思うしね、風さんの良さがね、やっぱりね分かってくれたんですよね。だから本当にね、娘みたいにああいう子たちがたくさんもっとね行けるような、あの値段というかね、になってほしいなと思いますね。難しいと思いますけどね、このシステムではね、そしてこちらが舞台裏でね、ピアノの調節とかやってるんですね。この帽子かわいいね、なんかかわいいね。これまた売り切れるんじゃないの。ただリハーサルやライブ本番が始まり、風さんの音が出ると、会場スタッフ、 US のエージェント、プロモーター、そしてレーベルや現地メディアの皆さんがすごく驚いていました。私はだから何回も言ってんじゃんと思い、 Did you understand finally? 風 is incredible と、言い方合ってる?と風さんに聞いたのですが、風さんはそれは言わんでええ You don't have to say it、言うてましたってね。いや、言わなくてもね、聞けばわかるよね。やっぱりね、風くんすごい、やっぱり実力派なんですよ。これはね、誰にも否定できない。だからやっぱり娘もその実際に聞いて、もう本当にもうすごく努力してる人なんだなっていうのが分かったって言ったけど、やっぱりそれは歴史とか、その風さんの昔のことを読んだわけではなく、もう聞いたらそれが分かるって言ってたんですね。まあインタビュー出しますけども、いや本当にね、もうこれからどん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 世界に広がっていく人だなと思いますね。そして私もその感想とか書いてね、記事になりましたけど、ロサンゼルスでね、それもね、どん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 私はね、もっと多くのところにね、多くの人の目に留まるように、いろいろな媒体でね発信してもらいたいなと思って、今いろいろドラでやってるんですけども、あのね、これからがね本当楽しみですね。そしてこちら今流れてるのがロサンゼルス LA 公演でのね、風くんですけども、めっちゃ気合入ってるね。こんな気合を入れてやってたんだね。これは2日目ですね。2日目は私は遠目から見てたんで、こんなに近くからは見えてないんですけれどもね。いやでも本当に素晴らしかった。私はほとんど視聴者様にね、私も初めてのライブだったんで、ビデオ撮るのもいいですけども、エミさんの目で見てくださいっていう風に言われててね、で私も本当にそうしたいなと思ってたんで、ほとんどビデオは撮らずに、ちょっとちょっとずつ撮って、ずーっとじーっと見てたんですけれどもね、本当に心から楽しめたし、
すごく2日目はもうすごい後ろの方でね、こういう照明とかもね、もう全体的な雰囲気も味わえたしね、もうで1日目はもう前から2番目ですよ、センター。もう本当にめっちゃ楽しめました。もう大満足、本当にもう見終わった後は満たされたというね感想でしたね。ということで本当にね、素晴らしい US ツアー大成功おめでとうございます。この他にもニューヨークのね写真もありますので、ぜひ皆様個人で見てみてください。ということで今日も素敵な一日になりますように。エミでした。 Have a great everybody. Bye bye.